ご経歴と今回のビジネスプランをお聞かせいただけますか。警察官11年間勤務をしまして、2人目を出産を機に退職をしています。退職後にヨガのインストラクターの資格を勉強しに行きました。4年前に筋トレと出会いまして、ボディービルの大会に興味を持つようになりまして、で今はビキニというクラスの大会に毎年出場をしています。事業の形態なんですが、 YouTube で筋肉トレーニングの動画っていうのを公開しようと思っています。でその動画は編集などを業者に依頼をして、その動画を利用してオンラインサロンを立ち上げて、で家にいてでも24時間筋トレができるような環境を作っていきたいと思っています。これフィットネスジムオープンって書かれてるんですけども、はい、これはご自身の店舗ということですか。はい、そうです、はい、3店舗じゃあ今お持ちということで、はいはい、なるほど。それは4年前に、はい、まず自分のためにトレーニングをスタートしたんですけれども、お客様、ヨガのお客様がなんかちょっとこう一緒にやりたいっていうことになりまして、じゃあどうぞっていう形でフィットネスのジムっていうのがオープンしました。どういうきっかけでボディメイクにこうハマっていくんですか。はいはい、そうですね、痩せたから美しくなれたと私は思ってたんですが、痩せても美しくなれないんだというのを8年前に気づいたというか、でもどうしていいのかが分からなかった。筋トレって最後に書いてあって、でやったらめきめき変わりました。4年間で人生が変わりました。必要この資金を使い道なんですけども、はい、これ見ると、はい、動画作成費が1本2万円で100本で200万円ってことになってるんですけど、はいはい、動画作成を外注するから、はいはい、じゃあ、100本作るの資金をとりあえずくださいという、はい、そうです、はい、イメージなんですね。で、はい、番組に出られた理由って何かありますか。はい、めっちゃ出たかったです。っていうのはマネーの虎ってやばいんですよ。私は公務員という世界を選んで、その番組を見てた、私にはチャレンジはできない。で YouTube を何気なく、それもマネーの虎見てたんですよ。そしたらピョコって令和の虎がやってきて、こんなんしてはるわと思った時から出たいですってオファーかけました。じゃあなんか出たいから出たみたいな感じですか。別にお金に困ってるとかそういうことじゃなくてってことですかね。それを言うと多分皆さん怒らはるかもしれないですけども、はい、いやむしろなんか美味しい。だってマネーのトラブランドがなかったらこんな美味しい条件 の提案はなかったわけですから、はい、僕からすると買うわけじゃないですけど、めちゃくちゃお買い得な、はい、価格なんですよこれ。でオンラインサロン開いて、はい、YouTube からも集客します、インスタからも集客します、 Twitter、はい、からも集客しますってなって、はい、で店舗も持たれてるってことで、店舗でもリファラルで直接入ってよって言って入る人もいるかもしれないです、はいはい、その全部の今までに築いた資産があった上でのオンラインサロンの受け皿なんで、はい、何かオンラインサロンで特にやりたいなと思ってることあります。2000円のコースは、動画を見ていただいたりとか、その100本のうち何本かはじゃあ会員限定みたいになってて、はい、見れない動画がいくつかあって、それが見れるようになるよ、はい、そうです、はい、ダイエットに励む人たちとかの相談じゃないですけど、ディスカッションができるような空間を作りたい。なんか動画も結局、毎月なんか特典動画がないと、はい、やっぱり毎月ってなるとずっと続くかっていうと、はい、とは思うんで、オフ会とかも考えてますし、ライブ配信とかもしていきたいなと思ってるので。結構なんかメルマガとかこういうオンラインサロンって、はい、だんだんネタに困っていくと思うんですよね。そうですね、ネタ切れっていうのは今のところちょっと考えられないというか。では、最終決断に入っていきたいと思います。河本さんどうぞ。僕はもう最初の通り、200出します。希望金額は200万なので、一旦まず河本さんは、全額自分で出すということでよろしいですね。築き上げたフォロワーだったりとかはウェブマーケ会話の僕からすると非常に価値が高いっていうふうに思ってるんで、一応じゃあ盛り上がるから200万出してください。100-100はありなの。ありでしょうね。鴨さんどうですか。僕はインフルエンサービジネスなんで、かかってる人が多い方が得なんですよこれって。100-100でお願いできたらと思います。ではこの時点であなたの希望金額まで達しましたので、今回は完全オールです。おめでとうございます。